鶏の唐揚げから揚げ定食唐揚げとは、食材に小麦粉や片栗粉を薄くまぶす程度で、衣をつけずに高温の油で揚げること。また、その料理。いわゆる揚げ物の一種。英語では、フライで、料理名では、フライドチキン、フライドポテトなど、フライドとなる。中国語では、揚げ物は、油作と呼ばれ、何もつけず揚げる唐揚げは、 製作、衣をつけるのは、犬い作。食材に衣をつけずに揚げる、料理、調理は、素揚げともいい。鎌倉時代などには精進料理の揚げ物として、江戸時代には、油揚げとも呼ばれた。なお食材に、小麦粉等をまぶして揚げる調理は、衣揚げともいい。江戸時代には、天ぷらや、衣かけと呼んだが、江戸時代には、揚げ物はまだ経験不十分で、 固定した言葉もなかった。現代の天ぷらは衣をつける際に卵を使うため、その意味で衣が異なる。食材を、醤油等で下味をつけて、小麦粉や片栗粉をまぶして揚げた調理は、立つた揚げとも言う。これらは異なる歴史を持つ調理であるが、現在はどれも、唐揚げと名付けられていることがある。最近では、唐揚げの調理法としては、 食材に何もつけず油で揚げたり、または小麦粉や片栗粉を自力で混ぜて食材にまぶして油で揚げたり、あるいは市販のプレミックスの唐揚げ粉をまぶして油で揚げたりる方法など様々な方法がある。下味はつけない場合もつける場合もある。唐揚げは惣菜の一種ともされ、家庭料理、昼食、外食、弁当等々。 様々な状況で食べられている。現在単に、唐揚げという場合は、鶏肉のものを指していることが多いが、本来は、食材は問わない。漢字表記では、唐揚げや、唐揚げと書かれる。漢字表記自体は、和漢精進料理賞や、不茶料理賞において、唐揚げよりも、唐揚げの方が先に出現している。唐揚げは、巨揚げと書かれることもある。 本校では固有名詞や引用元のあるものを除き、空、等を問わず、唐揚げと記述する。唐揚げという呼び名は、江戸時代にはなかったが、川上構造は唐揚げそのものはあったとしており、今日の唐揚げのようでもあるとして、次の文献を挙げている。元禄もしくはそれ以前の文献かもしれない、南蛮料理書には、魚の料理。 何魚なりとも正切り、麦の粉をつけ、油煮てあげ、その後、定時の粉、ニンニクすりかけ、汁よきようにして、煮しめさるなりとある。また、1747年の料理河川の組糸には、大切り身天ぷらがあり、天ぷらは何魚煮ても、うんとんの粉まぶして油煮てあげるなり、菊の葉天ぷらまた、ごぼう、れんこん、 長芋その他何煮ても天ぷらにせんには、うんとんの粉を、水醤油とき塗りつけて揚がるなり、魚にも右の通りにしてもよろし、またくずの、よくくるみて揚がるもなおよろしとあり、衣揚げの初見とされる。また、ごぼう、レンコン、長芋の天ぷら、醤油をつけた、立つた揚げの衣揚げが見られる。唐揚げという言葉はなかったものの、衣かけという言葉は一時あった。 これは1793年前後の魚鳥献立集や1805年の素人包丁に見られる。また衣に甘いもを吸って使う調理もあり、審判料理献立賞に記載されていた。現関や国史大辞典といった辞典でも唐揚げの記載は見られないが、大日本国語辞典や古都船で登場し始め、 唐揚げとして、揚げ物を衣をつけず揚げること、もしくはその揚げたるものとして見られるようになるものの、軍隊調理法では豚肉にでんぷんをつけて揚げる、調理を豚肉唐揚げと説明し、同じく、魚唐揚げでは、本調理は、品料理の一種と説明しており、団体家庭基本料理法の、制御唐揚げでは下味をつけた魚の切り身を揚げてから、 かけ汁をかけるとしており、素揚げ以外を含む調理としても見られるようになっていく。日常実験料理には、小味の唐揚げ、鯉の唐揚げが小麦粉か、片栗粉をまぶして揚げてからあんをかけたもので、中華料理として記載されているが、ヤブプレス食の研究所によれば、明治時代から1960年代までの文献では、唐揚げ表記はまだ少数であり、 唐揚げ表記のものの多くは何もつけず揚げただけの素揚げを指しており、衣をつけたものはわずかだったという。また、鶏肉を使ったものは少数で魚を使ったものの方が多く、豚肉を使ったものが中華料理の一つとして頻繁に登場しており、1924年の家庭系肉鶏卵料理には、系肉の唐揚げが掲載されているが、以降は少なく、 現在のような唐揚げは、洋食と品料理、1939年や、新しい料理味覚と栄養で骨付き肉を使い、中華由来の料理として記載されているくらいであった。1970年代の日本国語大辞典初版や、工事園第二版では、衣をつけずに揚げる料理が、唐揚げと記載されており、2000年代の日本国語大辞典第二版では、 中華風のものには、唐揚げの字を当てることが多いと記載されている。また1970年代の、高段者大百科時点では、唐揚げ、唐揚げ両方が記載されており、からりと仕上げる、揚げ物の一種で片栗粉などを薄くまぶして揚げた、ものとしている。もともとは、衣がないか少ないなど衣が、空であることから、唐揚げと表記され説明される。 1981年の角川類語新時点では、唐揚げを衣をあまりつけずに油で揚げた料理、唐揚げを下味をつけた材料に片栗粉をつけて油で揚げたものと定義しており、2008年の講談社類語時点では、唐揚げ材料に衣をつけずそのままか、あるいは下味をつけた上に片栗粉、または小麦粉をつけて揚げた料理、 唐揚げとも書くと説明されている。一方、1932年に、現、三笠海間の視点で、中国の鳥の揚げ物をヒントに考案された、若鶏の唐揚げが、日本の外食メニュー発の唐揚げ登場とされる。唐揚げ専門店発祥の地を掲げる大分県、宇佐市は、第二次世界大戦後間もなく、若鶏の唐揚げを提供した中華料理店、雷農機を、 唐揚げ専門店発祥の起源としている。ここで製法を学んだ男性が昭和30年代頃を起こしたテイクアウトの唐揚げ専門店、翔介が人気となり、宇佐市の他中なか市などに広まった。現代では唐揚げという表記が一般化しており、店や商品等での使用も多い。現在、日本新聞協会は、 なぜ唐揚げ表記に決定したのか正確にはわからないとしつつ、中国由来の食べ物ではなくその連想を避けるため、唐揚げで統一しているが、実際の新聞記事では、唐揚げも要例がある。NHK では、戦後のテレビ放送では最初は、唐揚げという書き方のみ認めていたが、東洋漢字音訓表の改定により、唐揚げが認められ、 後にその方が自然と感じる人が多数という実態により唐揚げも許容するようになった。唐揚げ表記は、不茶料理賞や日常実験料理にも登場するが、前者は豆腐を小さく切り油で揚げ、さらに醤油と酒で煮たもの、後者は小麦粉もしくは片栗粉をまぶして揚げてから餡をかけたもので中華料理として紹介されている。唐揚げという表記は、 中国大陸の調理が持ち込まれたものであるか、中華風のものと説明されることもあり、起源は奈良時代に遡る、遣唐使を通じて、食物を油で揚げる技法が伝わり、江戸時代初期には中国から伝来した、不茶料理で唐揚げと呼ばれていたり、江戸後期から明治時代にかけて広まって、一般に唐揚げと書かれたりするのはこのためともされる。 食べ物起源時点によれば、フチャ料理、南蛮料理、湿北料理からは、洋、中が混ざり合い、天ぷらの原型が現れ、南蛮料理の天ぷらりは、タイに小麦粉をまぶして、油で揚げたり煮しめたりしたもので、室町時代の湿北料理の中の長崎天ぷらや、江戸時代の天ぷらには、洋風の影響も受け、衣にした味をつけた味付け衣も見られる。1917年の、 科学的食用雑誌114回には、軽肉の揚げ物、タコ衣がかり揚げ物など、鶏肉を含む食材に下味をつけ衣をつけ,をつけ上げる、調理が見られる。また、1924年の、経済的食物調理秘訣においては切り分けた牛、馬、豚、鶏等の肉類を、みりん、醤油、酒等を合わせた汁に漬けてその汁でうどん粉をかき、衣としてつけてあげた料理を、 タツタ用として名称が見られる。小麦粉料理探求時点によると、タツタ揚げのように下味をつけてから揚げる調理法は、中国料理の影響を受けている。戦後の給食で芸肉のタツタ揚げは、代表的な混立の一つだったが、現在では滅多に見られなくなった。唐揚げが、どのように、日本に広まっていったのかについて、郷土料理。 伝承料理研究家の奥村氷生によれば、室町時代には中国の精進料理の揚げるという技術が伝わっており、安土桃山時代には小麦粉をまぶして揚げる料理がポルトガルから伝わり、江戸時代中期以降には天ぷらが庶民の間で流行した。明治時代には主に粉をつけない素揚げが唐揚げと呼称された。戦後には一般の主婦が読む料理書に 唐揚げが記載されるようになったもので、それまでの揚げ物と大きく違ったのは下味をつけるということ。中国料理から取り入れられた技術なので唐揚げになったというのが通説のようです。ちょうど餃子の普及と同時期ぐらいのことですと述べている。食の文化話題時点には、もともとは中国から伝来された揚げる技法に日本の調理法が加味されたとある。また料理評論家。 料理学校長の服部幸男によれば、唐揚げは一般的に小麦粉や片栗粉をまぶした食材を油で揚げた料理を指し、日本にやってきたのは戦後中国から引き揚げてきた人たちが大陸の調理方法を持ち込んだのが始まりと言われていると表している。戦前から戦術の外食レストラン初の三笠会館の 若鳥の唐揚げはあったが、一般料理として外食店や家庭に広く普及したのは戦後からで、戦後の食糧難に対応するため九州等で養鶏場が作られ、アメリカのブロイラー技術が輸入されて増産されてからである。食肉用ブロイラーが生産されるようになると、ローストチキンやフライドチキン、唐揚げなどに調理された。 高度経済成長期以降の1970年代からは、アメリカのケンタッキーフライドチキンが日本にも紹介されて普及し、香辛料の効いたフライドチキンも外食メニューの一つになっていき、醤油味をベースにした唐揚げ販売店も人気となっていった。2010年頃以降には戦術のうさや中津の唐揚げ専門店が東京に進出したことで、新規、 唐揚げ専門店も誕生するなど増えていき、唐揚げブームのようになったこともあった。江戸時代初期に中国から伝来した、ふちゃ料理が記載されている、ふちゃ料理賞に、唐揚げの語が見られ、唐揚げが見られるようになった時代よりも古い。もっとも、これは豆腐を小さく切って、油で揚げた後に醤油と酒で煮たものであり、関係を疑問視する説もある。 1898年に当時の日本の料理法を網羅した日本料理法大全には唐揚げはないが俗日本料理法大全では唐揚げの項目がありこの二茶料理の唐揚げのみ記されており1923年の日本料理法大政でも唐揚げとして是は二茶料理の一品なりと記載されている1929年の 日本品西洋料理大辞典でも同様である。江戸時代の料理書、素人包丁などでは、魚介類や野菜類の元揚げや小麦をまぶして揚げたものを、線で、衣かけと呼んでいた。唐揚げにする食材により、下処理として使用するまぶし、粉には、違いがある。一般的には、小麦粉や片栗粉が、ベースになる。食材あるいは、各店舗や、 家庭のレシピによりスパイスや食塩などを加えたものを使用する。鶏肉の唐揚げの場合はベーキングパウダーや米粉を加えることでクリスプ感を出すこともある。外食店や専門店では衣の付け方や下処理に独自の工夫が見られるが家庭向けには鶏肉の唐揚げを想定したプレミックス粉が商品として販売されている。天ぷらは 鶏卵と薄力粉を用いて溶き衣を作る点がフライ料理は鶏卵とパン粉を使用する点が一般的の違いとなる。ごぼうの唐揚げあんこうの唐揚げイカの唐揚げ様々な唐揚げが存在する。それらは特別な名前で呼ぶこともあるが単に唐揚げと呼ぶこともある。各地域に様々な唐揚げが存在する。それらは特別な名前で呼ぶこともあるが 単に、唐揚げと呼ぶこともある。鶏の残ギミラネッサデポジョは、肉を揚げたイタリアミラノの料理で、小牛や、小羊や若鶏の肉で作られる。衣には、パルメザンチーズが入っている。ポジョチャクタードは、ペルー第二の都市アレキパの名物の、ペルー風唐揚げ料理で、ピリ辛ソースをかけて食べる。チキン南蛮中国には、唐揚げに、あんやタレをかける料理が多い。 また唐揚げはよりカリッとさせるため二度揚げすることが多い。材料の持ち味をそのまま生かした唐揚げの、外はカリカリ、中は柔らかく揚がる揚げ方は、中国では、外もろ裏ふたばといい、揚げ物の特徴の一つである。ありがとうございます。